はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで、片手打ちバック、難しいと思うんですね。今日は一から学び直すシリーズで、片手打ちバック、川越トレーナーがこれまでの動画で挑戦してきたことを生かして、クロスラリーに挑戦します。やっぱり最後、片手打ちバック、特にフラットドライブ系で難しいのは、クロスに打ち続けること、これ打点を前に取らないといけないので、すごく難しいです。そこに川越トレーナーと一緒に挑戦してきました。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアから、老若男女、一般のテニスプレイヤーの方まで幅広く指導させていただいた経験を生かして、あ、これだちょっと明日もテニスやってみたいなと思えるような情報発信を目指しますので、気に入っていただいた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、片手バックのクロスラリー、行ってみましょう。どうぞ。少しずつ、いろんな人のラリーとか試合とかも多分挑戦していきたいと思うんですけど、バックのストレートとクロスだとどっちが好きですか？どっちも苦手ですね。どっちも苦手、うん、了解です。実際このゲームっていうことを考えるとクロスが大事になってくるんですよ。サーブレシーブがクロスから始まるっていうのと、はい、テニスの場合どちらかというとクロスベースからストレートに展開っていう形が多いのでクロス大事になります、はい、でフォアのクロスは結構打ちやすいけどバックの特に片手打ちバックの人は、うん、打点をすごく前にしなきゃいけないんで、うん、クロス結構難しいんですね。なので今日はクロス打ち、はい、ちょっとやっていきたいと思います、はい、じゃあクロスちょっと打ってみましょう。はい、でこのバックのクロスを難しくするのって何かっていうとインパクトの時はインパクトに自分のおへそであるとか、はい、まあ、鼻おでこあたりを向ける必要があります。でこの状態でフォアハンドであればもう最近皆さんこうオープンスタンスで入っていくんでインパクトに鼻とへそを残してもクロスっていう方向がある程度こう体が出ていくんですね、うん、正面向いてテニスしてる感覚なんでフォアハンドはクロスっていうのを持ってきやすいんですけどバックは体のこう裏側になるんでここに鼻とへそを持っていった時にクロスがすごく自分が向いてない方向に感じる、うん、はいはい、ここのところの違和感をしっかり理解すると結構うまくいく。ここはもう変わらないのでこれをこの打点に鼻とへそを残しながらフォアと同じような感覚で持っていこうとすると片手打ちは特に難しくなります、はい、ですからちょっとじゃあインパクトこことして入っていきましょう。でここに特にあのおでこの部分をこういう形ですよね。で狙う方向はクロスです、はい、あっちです。今全部ボールが行っても結構センター寄りだったんですね、うん、クロスにしっかり行けてないのでもう一度いいですか。この状態で、はい、じゃあクロスのコーナーどこですかって時にちょっと指さしてみてください。ラケット持っとくんで。あの辺見ましたね、はいはい、見ずに当てますか。今確認してあめっちゃアウトですね。アウトでした、はい、まずこれ、まあ、これって遊びなんでこれがうまくいったか打てるわけじゃないですけどまずこういう遊びなんですかこれ。こういうあのイメージを持つことが大事です、はい、見て打とうとするんじゃなくて、うん、ここにも意識を持っていきながら、はいはい、だいたいあの辺に打ちますよっていう形をまずはイメージできると、うん、ああそれ難しいですね、はい、で慣れたらそんな難しくないですよ。あのコートのコーナーは変わらないんでと顔がここに残り始めます、はい、でここでしっかりとクロスに打とうとしてあげることが大事ですと今みたいに自然にやってるんですけど横のカメラから見るとラケットヘッドがグリップよりも前に出てますよね、はい、なぜかというと面がクロスに向くからですよ、うん、この形が作りやすいんですけど、はい、どうしても意識が向こうに行きやすくなるんですよ。クロスに持っていこうとするから、はい、まあ見ようとして顔が行く場合もあれば、はい、顔残してても体がどうしても行こうとするんですよ、ね、クロス行ってほしいっていう感じでそうです、はいはい、で体が行こうとすると今のインパクトもう一回作ってもいいですか。体が行こうとすると体が行くじゃないですか、はい、と体についてるのは右手、はい、で右のグリップなんでグリップが出ちゃうんですよ、うん、とヘッドが後ろになってしまってクロスに面が向きにくくなる。実際こんな大げさには動いてないですよ、はい、もう本当にビビたるもんですけど、うん、少しでもグリップの方を引っ張ってしまうことによって面が中央を向いてしまうので本当に意識をこのインパクトのところにしっかり持っていってクロスを狙ってあげるっていう感じにすると自分のイメージ通りラケットヘッドが少し前に出て、うん、クロスに向くようになります。クロスのコーナーあそこですよね。でここからここを見ながらあそこですよね。あそこに向かってもうここだけ見ながらここだけ見ながら打つ、はい、見ながら打つ、はい、だけ見ながら打つ、はい、こういう習慣をつけてあげて全部形を整えれば同じところに入っていくんで、はい、あれでちょっとクロス打ってみましょう。いきましたね。行きましたね。いきなり今まで一番行ってない角度に行ってるんで、うん、ああいう感じでもちろんナイスショーナイスショ
全部同じとこ入ってる。いい感じですね今の。あともう一つ、今のでクロス埋まりました、はい、あともう一つ埋めてから最後ラリーにしたいと思います。やっぱり片手打ちバックの難しいところ、何回も言ってますけど、打ちやすい場所が狭いんですね、うん、狭い、高く来ても難しい、はい、低く来ても難しい、はい、遠い近いも難しいっていうことがあるんですけど、まず最初に埋めるのは低いところ、低いところを埋めましょう。で、川越というのは自然にやってますけど、スライスを使う、はい、あれでいいと思います、はい、スライスを使うのでいいと思うので、低いところを来た場合のスライスね、ちょっと練習してみましょう、はい、クロスで、クロスで、はい、ボールのそのボールとラケットの関係性とかタッチ自体はすごくいいと思います、はい、綺麗にボールが浮き上がってるんで、テイクバック気をつけましょう。テイクバックがものすごく二度引きというか、二度引き、ボールがバウンドして自分の方来てから急いで引いて急いで出すっていう感じですね、うん、引くのと出すのがワンセットになってる。どういうことですか今、はい、ボールが来る、引く、出す。あーなるほど、わかります。準備ができてない、準備ができてない、先にここに置いとけばいいです。置いといてスッとボールに出していく、うん、置いといて出していくっていうのを作りましょう。と結構癖が、スイングの癖が出てきて、うん、自分が持っていってるこのクロスのラインよりもスイングのラインが右に出てるんですね、はい、ラケットのスイングがこっから、うん、スイングはこっちに出ながらボールはクロスに飛ばしてるって感じ。こういう回転かかっちゃってるんですか。そうです、大げさに言うとこの横にこう切ってる感じですね、うん、狙ってる方向に向かってインパクトで前後では、はい、こうまっすぐ出る必要があります、うん、だここを作り出すために片手打ちバックでやって、例えば左手の動きを使って体が回らないように止めてあげると、ああ、ラケット前に出やすくなるので、ああそのあたりをちょっと使いながら、はい、そうですね、二度引き気をつけて、カットがちょっと強いんですかね、やっぱり。あ、もっと押す感じでやった方が、はい、まず川越トレーナーが意識として持っといた方がいいかなと思うのは、インパクトの時の面のイメージですね。これが多分結構上向きやと思います、はい、なんかスライスやから切らなあかんのかな、切らなあかんのかなっていう多分イメージがあると思うんですけど、はい、ほぼ垂直のイメージです。ほぼ垂直、垂直っていうと今度逆にこう手首がねこう起きてきやすいんで、はい、ここはニュートラルなまっすぐな状態か、ちょっと背屈じゃないとスライスってかかりにくいので、はいはい、そこだけ気をつけて、あんまりこう上を向ける必要がないっていうのと、うん、あとはインパクトに向かって後ろから前に平行移動のイメージがもう少しあると狙い通りいくと思います、はい、お願いします。こういう感じですね、はあはあ、そのままこうボールの後ろをスイートスポットがついていくって言うと変ですけど、インパクトの前後で横に抜けすぎないように。これどうなんやろ、見たらやっぱ上向いてるように感じますよね。感じますよね、感じてるし、最後上向いてますよね。あ、最後は向いてます、最後は向いてます。だインパクトをして、そこからこの状態から振り子の動きでスーッと抜けていく過程で面は上に向いてくるんで、僕ずっと上向いてるんです ね結構上向いてるんですね、うん、だからこういう動きをするっていうのを、はい、もうちょいイメージした方がいいんです。インパクトの面が上向きすぎてるとどうなるかっていうと、当然飛ばなくなるんですね、はい、ボールがかすれすぎて、うん、で飛ばなくなるためなるから、川越トレーナーは今力を作り出して飛ばそうとしてる、その力が横に抜けてる感じなんです、こういう、はい、こういうイメージ。こうやってこう、はい、横に抜けるスイングで力を使って飛ばそうとするんで、はい、スイングはこっち、ボールはあっちみたいな、うん、結構難しい感じのはい、スイングになって、これ多分ラリーになると安定させるのすごい難しいです、はい、すごい難しいので、インパクトの面をもう少し起こしてあげて、左手を後ろに開く動きで体の回転をこう回る動きを抑えてあげて、スイングをねちょっとゆっくりにしてあげた方がいいです、うん、スイングをゆっくりにしてあげた方がこうボールを運んでいく感じがスーッと持っていく感じが出ると思います、うん、今でも打球音がコツンって言ったでしょ、うんうん、あの感じでいいと思います。ナイスショー。
あ、今のやとだいぶ。おお、ちょっとラリーしましょうか。で、さっきのインパクトに残してクロス狙うという形をすればあれでクロス来ると思います、はい、ナイス。わあ、過ぎた。ナイス。 OK。 おほ、クロス打つときに今のああいうのが多くなるんですけど、ちょっと横寄せられたじゃないですか、と狙う場所がこっちになるじゃないですか、はい、と行っちゃうんですけど、体はこっち残しておいたらいいです。でここに立って打点を見ながらクロスどこですかっていうイメージと、ここに立ってクロスどこですかっていうイメージが変わりますよね、はい、打つ場所が変わるんで打点も自然にちょっと変わるし、面作りも変わっていくので、そのイメージだけ持って、はい、はい、よく言うところのボールの後ろに入れてないっていうやつだと思います。ボールが左側に遠いんで、自然にこう巻くようになって回転が多くなりすぎてるんで、しっかりボールの後ろまで体を入れましょう。ナイス、ナイス、ナイス、OK、OK、おお、ナイスライス、OK、OK、OK。OK。 OK。 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 ナイス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 。はい、いかがだったでしょうか。もう本当に最後のラリーすごくねいいラリー続いてましたけど、本当に最後に行くにつれて川越トレーナーねどんどんレベルアップをしていきました。片手打ちバッククロスラリー難しいですけども、やっぱりベースとなるのはクロスラリーです。ダブルスでもシングルスでもまずクロスが打てないと試合厳しいですから、しっかりと練習しておくといいと思います。本当にコツとしては、ほっといても打点を見ながらラケットを振ればクロスに飛んでいくと、そういう風に自分の体であったりパフォーマンスを作っておくと、それがもう全て解決してくれると思いますので、ぜひねクロスラリーをまずベースにしっかりとテニスを作っていってもらえたらと思います。